ちょっと話変わるんですけど、結構、私、過去のインタビューとかはいはい。を読んだりすることもまああるんですよ。はい自分が何言ったかって。うんうんうん。まあ雑誌とかも残ってるし、はい。で、そういうのをたまに見る機会があるんですけど、はいそこで自分が言ってる言葉に対して、まあ何言ってんだこいつみたいになる感覚があるんですね。こいつ誰だよみたいな。うんうん。そういうことってないですか？いや、あります、あります。過去に自分がやっぱあります。雑誌ではないけど、記憶でしかないけど、僕、高校生の時にやってたバンドとか、めちゃくちゃ激しくて、ステージで、なんていうの、ちょっと今だと、ちょっと批判されるようなレベルの激しさ、ドラムセットに突っ込むみたいな。わかります？なんかそういうのがかっこいいみたいなのがあったんですよ。なんか、自分の中に。初期衝動みたいな。ベースぶん投げるみたいな。あったんですよ。けど今ちょっと考えると、ちょっとな、みたいな。何してんだよ、みたいな感じやっぱありますよね。だからそういう自分を、でも認めて今生きてるじゃないですか。でも削除したいなとかって思ったりしますか？そういう、その自分があったことに対して。ああ、ブログとか削除してましたよ、多分。文章で、そう、多分書いてたやつとか結構ひどくて、結構削除してるやつは多いかも。せめて非公開にして残しとけば自分は参照できたのに、多分結構削除しちゃったと思う。私も一個後悔があるのが、その多分4年だか5年ぐらいから始めてたブログがあったんですけど、一回炎上して、消しちゃったんですよ、全部。消さなきゃよかったなって、その時すごく思って、で、その炎上した後また新しいブログで再開したんですけど、それは残ってるんですけど、その前のブログを消しちゃったのは今すごく結構ショックで。ねえ。貴重なデータだったのに。あるよね、そういうの。残しておきなみになった私はみんなに言いたいです。そうですよね。いろんなことを。うん、僕、だから今年の目標で年始に日記を書くっていうのは分かってたけど、書いてないんで。書かなきゃなって今日の話をしてめっちゃ思った。いや、紙に書いて残しておくのがなんか一番安全っていうか、まあ、確実に残る。そうですね。家事とかじゃない限り残りますね。ダメですね。習慣化されてないので、これやらないといけないな。残したい。習慣に落とし込めた方がいいですね。それねえねえねえ。10年後やっぱ読み返したいですもんね。読み返したいです、今の。絶対面白いんですよ。10年前の残った面白いですもん。本当に。読み返すと。あと10年前のポッドキャストを聞くかっつったら、自分では聞かない気がしますもんね。ポッドキャストってなると確かにそうですね。なんか自分が書いたものだったら、読み返してみようかなと思うけど。さらっと読めるからね。はい。聞き返すっていう作業をするかどうかって言ったら。めちゃくちゃ目的意識がいりますよね。いりますね。なんかちょうどこの時期のここのことを知りたいみたいな時には、多分文字情報よりもさらに情報量ありそうなんで、いいんですけど、さーっと参照するにはちょっと重たいから、両方やっぱ大事ですよね。日記と、ポッドキャスト。ポッドキャストというか、ちょっと情報量の多いメディアと。そうですね。あと、やっぱり姿形も残しといた方がいいと思います。そうね。しっかり。YouTube やるか。映像残すとか、そうだね、そうかも。写真とかでもそうですけど、なんか記録を残し続けていくことっていうことにもっと価値が生まれるんじゃないかって思うし、やっぱそこに価値を感じてる自分がいるので。まあ僕たちの世代は生まれた時からのデータみたいなまではないにせよ、成人してから、もうちょっと経てるから、30ぐらいからのデータがあるじゃないですか、ずっと。そうですね。だから、そうやって、生涯にわたって、大人以降ですけど、生涯にわたって、データがバーって、写真ないし、動画ないし、積み上がっていった、最初の世代になるんじゃないですか、死ぬ時に。めちゃくちゃ、あるじゃんみたいな。むしろなんかその人物データベースを作った方がいいんじゃないかって思います。ああ、確かにね。いろんな普通の生活をしてる人たちのね。そう。そっちの方がリアリティがやっぱ高いし、参考になることが多いんじゃないかって。多い気がする。日記書こう。やっぱりと写真と撮った日記を書きつつ、ちゃんと、まあ、ポッドキャストで今やってますけど、YouTube もやって、映像と音声と、まあ、自分用の文字情報とっていう感じで、残すっていうのをもうちょっと、丁寧にやりたいなぁ、うん。結局なんかね、やっぱ、15年前とかに、作った自分の曲っていうかバンドの曲とかって、それ CD にしたんですよ。で、データもあって、なんか勇気もらうときありますもんね。ああ、その15年前の自分が作った曲に。そう。なんかやっぱ、こう、尖ってるじゃないですか、まだこう。尖ってますね。若い頃めちゃくちゃ。丸くなってるから、なんかちょっと、忘れちゃいけないな、みたいな気持ちになることがあって。ああ、でもそれを思うときあります。ありますよね。あります。20代の頃もっと尖ってた。でも今その時は出せないなっていう。どう頑張ったって出せないなっていう。そう。出せないんだけど、そのマインドみたいなものに刺激を受けるっていうか。それはありますね、確かに。ちょっと丸くなりすぎてたなとか、なんかこうね、過去の自分から元気もらうことってあるなと思って。尖り続けてる人は本当すごいなと思います。今、年齢重ねても。どういうことなんでしょうね。どういうことなのって思う、本当に。本当になんか、死ぬことを厭わないって感じなんでしょうね。死にますよね。死ぬと思いますね。いずれ、早めに。ねえ。だから死を厭わない感じで、やっぱり今をしっかりと妥協なく生きてるみたいな感じなのかもしれないですけどね。だから別にでも今自分が妥協してるから妥協はしてないもんな。妥協って何なんですか？まあ本当はこうしたいけどとか、本当はこうだけど、ここで落としどころつけとこうか、みたいな感じじゃない？落としどころをなんかつけないと前に進めないみたいな状況が増えてくるじゃないですか、でも。増えてきますね。年を取れば取るほど、なんか若い時は別にそんなこと考えてなかったけど、もう1か100、0か100みたいな、どっちかに振り切るみたいな。そういう選択をやっぱしなくなるじゃないですか。そうね。やっぱり、残っていくから、記録が。周りからイメージをもう持たれているので、自分を変えづらいみたいなやつな気がしますよね。さっき長里さんが言った。もう僕たちの世代になってくると、一定なんか積み上げてたりとかするから、何らかの社会的なこう立場というか、そこで社会の一員ですよね、みたいになってて、かつそれがいろいろな記録として残っているから、下手に変えづらいみたいな。まあ、変えたとしても、その過去の自分のその印象が強すぎるから、今の自分はあまり見てもらえないみたいな現象とかもやっぱりしますよ。そうですね。そうね。残ってるがゆえに、そういうものが。一回消えないとダメなんでしょうね。やり直すときはね、もうね。消えるというのは消すんじゃなくて、もう、あの人どこ行ったんやろぐらいの感じになって。そこの多分、そこまで行かないと。再浮上してきたら、あら、なんかこの人前、そういえばこんな人じゃなかったみたいな感じで、2回人生生きてる人みたいな感じの映り方だったら、あり得るけど。グラデーションで全然違う方に行くって相当高度な気がするな。結構高度ですね。だから、一回やっぱりネット上とかでやっぱ叩かれたりすると、そこのもうイメージがずっと残るじゃないですか。で、消える人がやっぱ芸能界だと多いじゃないですか、そこから。でそうでもしないと生きていけないんだな、っていうのがそこにあるんじゃない？そうですね。芸能人とかはもう本当そうでしょうね。プライベートなんて会ってないようなもんですもんね。全部残っちゃうじゃないですか。いくらイメージを変えようとしても。そうね。だから海外に行く人とかが多いじゃないですか。残すでね、もう一個話したいなと思ったのが、残るの怖いからって言って、いいとこだけ残す人が多いと思うんですよ。確かに。芸能人とかそうじゃないですか。一番、商品としての自分だから一番いいとこだけをこう、残していくじゃないですか、表に。で、そうなると、周りの人からすると、それがその人ってイメージを持っちゃうんで、自分があるべき姿のハードルが上がっちゃって、もう生きていけなくなると思うんですよ。期待値上がりすぎてるみたいな。そっちに想像力が働くんですね。周りのね。なんかもう、だから芸能人とかはもうそういう風に見せてるだけだし、私たち一般人と同じような側面も必ず持ってるよねっていう、そういう見方にならないですかね。ならない人が結構多いんじゃない？ああ、そう。まあ、うん、多いと思うし、それが芸能人じゃなくて一般人でも今その、いいとこだけを切り取って、すごいイケてるように見せてる人とか、賢い風に見せてる人とかいるじゃないですか。ああいう人は、それは最も賢い、準備して賢くしたことを出してるとか、準備してかっこよくしてるとこを出したとかしてるから、普段全然かっこよくなかったり、普段相当バカだったりするみたいなのは、この、むしろ生きづらくて、表に出れなくなっちゃう、その、本当は賢くないのに賢いと思われてるとか、かっこいいと思われてるからこんな姿で外歩けないとかいうことが起こって、自分を生きづらくしちゃうと思うから、意外と僕のおすすめはやっぱね、等身大の発信をするってことだと思うんですよ。バカな側面も見せる。そうそうそう。まあ程度あるけど、その、なんかいろんな、うん。考えている自分もいれば、ふざけてる自分もいるし、なんか疲れてる自分もいれば、こう、すごい元気な自分もいて、みたいな。それがちゃんと全部、それでも誤解はされるけど、ただ、ちゃんとそれが発信されていることで、あ、こういう、立体感を持った人なんだなっていうような認識のされ方をしないと、いつも元気ですねってなると元気でいないといけないみたいな感じになっちゃうとかあるじゃないですか。うん。いつも元気なわけじゃねえよ。そうそうそう。だから元気じゃないところもちゃんと残していくっていうか、やっぱその残し方みたいなところがすごく重要な気がする。なんかふざけてる自分とかもやっぱ残しときたいんですよ。その普段の自分とか。でも、あんまり需要はないんですよね。その、SNS 上だと、はいはい、やっぱりその、ちゃんとしてる方だったりだとかね、ちゃんと話してる方の方が、需要はあるじゃないですか。あるある。うん。だから需要のないことを、こう、一やらないといけないのが結構あれなんですけど、でもそれは結局その未来の自分のためにそれが結構重要なポイントになるっていうことですよね。そうそうそう。その比率は考えた方がいいと思いますよ。そのなんか、全部を均等にやる必要もないし、それ、例えば発信がその仕事につながってるとかであればとか、多分つながってると思うので、その、一番価値のあるとみなされる部分の割合を高めた方がいいと思うけど、でもそこに一ふざけてるとことかをたまに入れたりとか、その入れ方もありますけどね、その入れていかないと、ふざけたりとかしない人だって思われてると、ふざけられなくなっちゃうから、きつい。きつい。ふざけたいです。ふざけたいですよね。だっちゅうのとか書きたいですね、卒アルでね。書きまくりたい。そこラジオの壁に。川柳書きまくりたいですよね、壁にね。そうなんですよ。それなんか言ってましたもんね、一回なんか日本に来られた時に、もう一人呼んで食事した時に、なんか、長澤さんってすごいチャーミングな方ですね、みたいなことを言ってて、なんかすごいこう、メディアで見てるイメージと違った、みたいなこと言ってて、だからそれはね、あるかもしれないですね。それではしょっちゅうですね。あ、そうですか。結構。初対面の人は特に。なんか、強そうって思われてるのかな。それはね、そのイメージはずっとやっぱ変わんないですね、昔から。うん。その印象がやっぱ強いみたいで。強そう、怖そう、性格悪そう。性格悪そうとかあるんですか？そうか。うん。それは多かったですね。10年弱前ですね。あ、でもそうかも。僕も前はそうだったかも。怖そうとかめっちゃ言ってたから。でも最近は言われなくなったんですよね。なんか、ポッドキャストをやりだしたからは。私もそれはなくなりましたね。なんか、まんまですね、みたいなことを言われるようになったんで、それは嬉しいですね、本当に。まんまですねってやっぱ言われたいから、もう少し頑張ろう。ねえねえ、もっとふざけていかないといけないね。もうちょっと。でもポッドキャストでふざけるのは難しいんだよな。まあ難しいですね。何をすればいいんだろうって感じですもんね。ちょっとね、そういった一面もね。何の話してたんだよ。10年以上前の自分との比較についてですけど、まああれですよね。僕たちのその10年以上前は私も資料がないので、まあ日記とかあればね、いいけど、あればその資料を当たるが一番いいけど、ないときは友達の記憶に当たるしかないっていう、結構何とも言えない感じになったんですけど、未来を見たときには、今残せる時代だから、10年後とか20年後とかから見て、今日のこととか明日のことが、あ、こうだったんだなって残ってるのはすごくいい。しかもそれが振り返りやすい文字情報であったり、より情報量の映像であったりとかっていういろんな媒体で残しておくっていうのはいいよねみたいな話だったかなと思ったんですけど、そんな話はなんかすごいまとめるのうまいですで、かつですよ、さらに、その残すにあたってリアルなものを残していかないと、まあ、まず自分が振り返るようだったとしてもなんかすごいバイアスかかってるし、人に見せる用のもの、そのいわゆる SNS とかに投稿するものだとしても、それが周りからの見られ方になっちゃうから、あんまり偽りみたいなものばっかりを発信すると、かえって生きづらくなっちゃうよっていう話も含めてですね、残すというようなこと、記録を残すというようなテーマだったかなと思いました。はい。こんなところですかね。こんなところですね。はい。番組のご意見ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、ハッシュタグシソフレをつけてぜひ X にポストしていただけると嬉しいです。それではまた来週。さよなら。さよなら。